平福宿、宇竜玄屋大原宿、脇本陣地図宿、地図往来に面して立つ石ヶ谷家住宅稲葉街道は、江戸時代に整備された脇街道の一つで、張馬国姫路を支店として、稲葉国町を取りに至る路線である。現在の国道2号、国道29号、国道179号、国道373号、兵庫県道724号姫路新宮線に、 ほぼ対応している。飾り西宿八崎宿、千本宿、三日月宿、平福宿、大原宿、坂根宿、小牧宿、地図宿、餅ヶ瀬宿、河原宿、地図オーラ来とは、市戸坂峠を越えるルートは、江戸時代には、鳥取藩の参勤交代に用いられた。地図宿周辺や篠坂地区、中原地区、垂水地区、駒帰り地区は、王子の面影を残しており、中原、垂水、 駒ヶ返り地区の約2 5キロメートルは2008年、国の史跡、地図往来市と坂峠越に指定された。若狭往来とは、徳良峠を越えるルートで、八峠往来とも呼ばれ、現在では、旧街道沿いの幹線道路が、国道29号として整備され、若狭街道と呼ばれている。姫路から飾り西宿を経て、八咲宿の手前の追い分けで北に分岐し、 死相方面へ向かう道も地元では稲葉街道と言われる場合がある。1901年観光の山陽鉄道案内の姫路駅の港にはこの死相群の葉元国境の徳倉峠を越えるルートを稲葉街道としている。同所では追い分けから直進して八崎塾から三正方面へは三正街道とする。1903年交換の伊保郡地市では 追い分けから分岐して、林田から、思想群を通り徳田峠へ至るルートを、稲葉街道として追い分けから直進して、八崎塾に至り、左用群を通り三正下国の宿駅を経由して、稲葉に入るルートは、三正下街道としている。九百二十三年交換の思想群百七十九ページには、伊保群より北行し林田川湾の添いて、本群安志村に入り奥谷村を通過して、 鳥取県八津郡に入る稲葉街道と称すと記載されている。また、鳥取県側では、稲葉街道と言わずに、上記の地図街道を赤狭街道と言われるにルートが存在するが、針間街道とは表現されない。ありがとうございます。